チャールズ。さあ、香港からやってまいります、チャールズです。ゼッケン84番、今年からはこの D-MAX レーシングチームに移籍してまいりました。チャールズの1本目のその走り、横井選手のマシンよりは100キロぐらい重いという違いが、マシンの違いとしてはありますが、どんな走りを見せるのか、チャールズの1本。ここから出したか、そしてもう一度付け足して踏んでいきたいところ、立ち上がっていく、どうでしょうか。さあ、チャールズ現在10番手ぐらいにいます。1本目は 96.60、 まずまずの走りを出していたということになりますが、さらに上を狙ってチャールズの2本目、どんな走りを見せるか。 D-MAX レーシングチームの2台目、この青いマシン、チャールズが、さあどうだ、ここからスーッと振り出した。そしてゴセク、綺麗には全て置いてきましたけれども、はい、振り出しの3セクター、